それでは依存ライブラリの定期的な更新のためにリノベートを導入・運用するというタイトルでお話しさせていただきます。発表は私、大橋優太がさせていただきます。株式会社 OKWave、OK、という会社に所属しています。Twitter はブルーゴヘ弊持ちというアカウントでやっていますので、よかったらフォローしてください。早速ですが、 皆さんの現場では依存ライブラリの定期的な更新ができていますでしょうか恥ずかしながら私の担当するプロダクトでは依存ライブラリの更新ができていないケースがありました。さて、そっとこちらのコマンド、composer.outdated ーーを実行してみましょう。私も実際に運用しているプロダクトでこのコマンドを実行してみました。 その結果がこちらになります。もし、このように、ずらっとリストが表示されてしまった場合、ライブラリの更新が滞ってしまっている可能性があります。この composeroutdated コマンドでは、現在利用しているライブラリでアップデート可能なものの一覧を表示することができます。冒頭部分では、 リストの説明が書かれています。赤字で示されるのが更新が推奨されるパッチマイナーバージョンの更新ができるライブラリ。黄色の字で示されるのがメジャーバージョンが利用可能なライブラリになります。具体的なパッケージを見てみると、Mockery は1.3.3から1.5.0へのパッチバージョンの更新ができることがわかります。 ララベルは6.20.41から8.83.5という感じで2つ分のメジャーバージョンが挙げられることがわかります。最後に Faker というライブラリはメンテナンスが継続していないため利用を避けるような警告が表示されます。このように Composer Outdated コマンドは 現在インストールされているアップデート可能なライブラリの一覧を表示し、ライブラリごとに現在のバージョンとアップデート可能なバージョンを確認することのできるコマンドです。実際に数を数えてみると、置き換えが可能なライブラリが5個、パッチバージョンまたはマイナーバージョンが更新できるライブラリが52個、 メジャーバージョンが更新できるライブラリが46個という風になりました。これを見るとなかなかの数に感じるかもしれませんが、Composer.json には require で12個、requiredev で7個のライブラリを定義していました。先ほどのコマンドの結果のリストの中には、ライブラリが利用している ライブラリの更新が数多くあるのですが、Composer ーートデー d ッドコマンドにンダイレクトのオプションをつけると、Composer JSON ーーに定義してあるライブラリを対象に確認することができます。そうすると、このように対象の数は少し減ります。今回利用した Inovate というツールが更新対象とするのも、 コンポーザー JSON に定義されているライブラリになります。リノベートを利用しながらライブラリの更新を図ることで置き換えが必要なライブラリは0個、パッチバージョンまたはマイナーバージョンが更新できるライブラリは2個、メジャーバージョンが更新できるライブラリは4個まで減らすことができました。この発表ではこのような状態に行き着くまでの リノベートの導入方法、運用状況についてお伝えできればと思っています。目次です。リノベートは何をしてくれるのか、どのように導入したか、どのように運用しているか、運用で困ったことと対策、まとめの順にお話ししていきます。 まずはリノベートは何をしてくれるのかをざっくりとお話しします。GitHub 上に Composer.json、Composer.lock のファイルが含まれるリポジトリがあるとします。リノベートは対象のリポジトリの Composer.json と Composer.lock を確認し、更新できるライブラリがあれば、 ライブラリの更新をするためのプルリクエストを自動で作成するというようなことをしてくれます。実際に作成されるプルリクエストの一例はこのような感じで、更新対象のライブラリとそのバージョンやライブラリごとの変更内容が記述されたプルリクエストが作成されます。リノベートは ComposerJSON と ComposerLock を参照し、 更新可能なライブラリがあれば、その更新のプルリクエストを作成してくれるツールというのがお分かりいただければ、一旦問題ないと思います。次に導入をどのようにしたかというところをお話しします。GitHub を利用していれば、導入自体はとても簡単で、マーケットプレイスにリノベートのアプリケーションがあるのでインストールし、 対象にしたいリポジトリを選択。初期設定のためのプリリクエストをリノベートが自動で作成してくれるのでマージするだけで無料で利用を開始することができます。まず最初にリノベートの設定ファイルであるリノベート .json を追加するプリリクエストが作成されます。こちらをマージすると次にコンポーザー json に定義されている バージョンを固定するプルリクエストが作成されます。ComposerLock には現在利用しているバージョンが記載されていると思いますが、そちらを参照した上で ComposerJSON のファイルを固定してくれるので、安心してマージして問題ないと思います。その後、更新可能なライブラリのプルリクエストが作成されていきます。 このように導入自体はとても簡単です。初期設定のためのプルリクエストのマージ。バージョンを固定するためのプルリクエストのマージ。その後は更新できるライブラリのプルリクエストが随時作成されますので、つどつど確認してマージをしていけば問題ないです。と、本当に簡単に始めることはできるのですが、既存のプロダクトに 導入してみたところ、一気に27個のプルリ,リクエストが作成されました。先ほど composer outdated-direct のコマンドを実行した際には、置き換えが必要なライブラリが1個、パッチバージョンまたはマイナーバージョンが更新できるライブラリが10個、メジャーバージョンが更新できるライブラリが9個でしたので、それらの数よりも 多いプルリクエストが作成されていることになります。プルリクエストの数が多かったのは、Composer.json ーー以外にも、パッケージ .json や Docker ファイルなど、バージョン管理を担当するファイルを、リノベートが自動で認識してくれるためでした。また、どんなプルリクエストが作成されているかを確認すると、ララベルの更新は、 一気にバージョン9への更新プルリクエストが来ていたり、パッチマイナーバージョンも当然一気にバージョンが進むものもあり、大丈夫だと思うがとても不安という状態になりました。ここでライブラリの更新を怠っていたツケが回ってきたのを一気に実感しました。声を台にしてお伝えしたいのは、 プロダクトの初期に導入できるのであれば簡単ですし、絶対にしておいた方がいいので、ぜひ新たにリポジトリを作る場合や、作ってまだ間もない場合は、イノベートを有効にしていただければと思います。悩んでいても仕方ありませんので、どのように運用を開始するところまで行くかを検討しました。まず行ったのは、作成された27個のプルリクエストの確認です。 一つ一つ見ていきました。メジャーバージョンアップされるライブラリのプルリクエストでは、ララベルのバージョンは PHP のバージョンが上がらないと無理そうですが、PHP ユニットは上げることができそうだったり、パッチマイナーバージョンアップされるライブラリのプルリクエストでは、更新しておかしくなるライブラリはなさそうなのですが、初期設定だと一つのライブラリにつき一つのプルリクエストが作成されるため、 一つ一つ別々に動作確認をするのは骨が折れそうでした。プルリクエストの内容を確認した後、やること、やらないことを整理しました。その時に意識したのは、リノベートの運用を開始した際に作成されるプルリクエストがなるべく少なく、バージョンの更新が小さくなるようにというのを意識していました。 決めれば、あとはやるだけなので、サボったツケを気合で払っていきました。全体通しても、やはりここが一番大変で、調整、確認が必要でした。プロダクトメンバー全員を巻き込んで、ライブラリの更新が問題ないか、動作検証を行いました。プロダクト全体に影響するような大きな回収をする際に、確認する検証項目がすでにあったので、 そちらを実施した形です。改めてライブラリ更新はちゃんとしていくぞという決意が生まれました。ここまでくれば、あとはリノベートを有効にしてライブラリの更新のプルリクエストを待ち、運用していくだけです。どんな感じで運用しているかを7つ紹介していきたいと思います。 一つ目はプルリクエストの作成のタイミングです。現在のプロダクトでは週1回の定期リリースを実施しています。そのためリリース前日、リリース当日はリノベートがプルリクエストを作成しても対応がしづらかったり、また日中にリノベートがプルリクエストを作成してもそちらを気にするのが少しノイズかなというところで業務時間外に ププルルリリリククエエスストトトをを作成すすするるようににししし出社したらままずリノベートのプルリクエストを確認する形にしていますこのような設定は、リノベートの設定ファイルである、リノベート .json に追加していきます。スケジュールの設定はこのような感じです。次は、リノベートがプルリクエストを出すブランチです。現在、Git Flow のようなブランチ運用をしています。 対象の週にリリースする予定の機能はデベロップブランチに追加していき、最終的にメインブランチにマージしているため、リノベートのプルリクエストはデベロップブランチに向けて作成されるように設定しています。リノベート JSON の設定はこのようになります。ララベルについては個別にプルリクエストが作成されるように設定しています。 アプリケーション全体に影響があるようなライブラリについては、プルリクエストが個別に作成されるように設定しており、個別に重点的に確認、検証を行っています。リノベート .json の設定はこのようになります。パッケージルールズというセクションに追加します。パッチバージョン、マイナーバージョンの更新は、プルリクエストをまとめるようにしています。 基本的には、パッチ、マイナーバージョンの更新については、広報互換性を保っていると思われるため、まとめて更新しても、アプリケーションに与える影響が大きくないと判断しています。まとめて動作検証をすることもできるので、その点でも効率が良いです。こちらもパッケージルールズというセクションに設定を追加します。 対応には週替わりの当番制を採用してリノベートの作成するプルリクエストを確認しています。やはり担当が設定していないと対応が漏れたり偏りがちになってしまうかなと思っています。またメインの担当者が影響範囲の調査のためにコードをしっかり読むことでキャッチアップにもつながってよかったという声もありました。新メンバーが入った場合に まず見てもらうタスクとしても良さそうだなと感じています。対象のライブラリの影響の範囲など分かったことは都度一きに記載し、次回以降の対応が効率化できるようにも心がけています。当番制ですが、じゃあ次の週、当番お願いしますと急に振られるのも大変だと思いますので、最初は週1回、リノベートのプルリクエストを倒すミーティングを設定していました。 最初は言い出しっぺの私がメインとなって画面共有をしながら変更点を確認して対応していました。2、3回私がメイン担当をした後、チームメンバーで交代しつつ回していきました。そのような進め方を取ったことで対応方法や方針の共有をうまく進めながらできたかなと思っています。2週ほど回して慣れたかなという確認の後、ミーティングは解体しました。 最後に対応コストです。これはプロダクトによってもまちまちかなとは思いますが、現状、我々のプロダクトでは、週に2つから5つ程度のライブラリの更新があります。基本的には出社してまず作成されているプルリクエストを確認して対応しますが、1プルリクエストを10分から30分程度で確認からマージできることが多いので、ほとんど負荷にはなっていない状態で進められています。 運用していた中で困ったこととその対策を2つ紹介させていただきます。まれに PHP のバージョンを上げないと更新できないライブラリのプルリクエストが作成されることがあります。これは別途設定している CI が落ちていることで気づいたのですが、Composer ーーインストールが失敗していました。これは CI 環境の PHP のバージョンと リノベートが利用している PHP のバージョンが違っており、リノベートが利用している PHP のバージョンが新しいためではないかなと思っているのですが、設定方法がまだ分かっていません。ライブラリの更新がどのような影響を及ぼすかというのはある程度差分で確認しますが、やはり自動テストなどが実施されている状態だと、より安心感を持ってライブラリの更新を進めることができているなと感じます。 このようなライブラリに対しては、個別でプルリクエストが作成されるように設定しています。プルリクエストが作成されたら、そのままクローズするのですが、少しでもバージョンが上がると、再度プルリクエストが作成されるので、更新が忘れ去られることはないかなと思っています。更新頻度が高いライブラリも大変です。昨日マージしたけど、 今日またプルリクエストが来ましたということが割と頻繁に起こっています。そのようなライブラリも単体でプルリクエストが作成されるように設定しています。また、マージのタイミングをリリース前日のプルリクエストが更新されなくなったタイミングで行うことで、影響範囲の動作検証をするコストを可能な限り削減しています。 最後にまとめて終わりとさせてください。リノベートを使うとライブラリの更新が容易になります。既存のプロジェクトでライブラリの更新が滞っている場合、導入が少し大変ですが、気合で乗り切りましょう。新たにプロジェクトを立ち上げたり、作成して間もない場合は、今すぐリノベートを導入するといいのではないかなと思います。 それぞれのチーム、開発プロセスに応じた運用を考えていきましょう。リノベートの導入までは、ほとんど気にしていなかったライブラリの更新がかなり意識できるようになっていると感じています。ライブラリが更新されているという状況だけが知れるだけでも入れる価値のあるツールではないかなと思っていますので、この発表が皆様の現場でもいい感じに 依存ライブラリを更新していく一助になれば幸いです。以上で発表を終わります。ありがとうございました。